大阪この前その4日間ぐらい帰ってた時のねイベントで秋田さんと一緒になったでしょ。コントイベントで一緒になって、まあ人気あるのは知ってたけど、正直そこまで人気っていうのはあんまり分かってなかったんですよ。僕は上京してそう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 、で結構ずっと一緒にあのやらせてもらってて、まあそのままの言ったら僕の秋田さんっていうのはずっと止まってんの、あの4年前5年前の秋田さんが泊まってて、ですごいそのフランクな仲のいい先輩っていう感じで、あのこのエンディングそのまあトークの時にね、僕らカツラがあるんですよ、あの角刈りのカツラで、そのカツラを誰が被ったら一番面白いか選手権みたいな感じのノリになって、で、まあ秋田の秋山さんがそれ被って、いやめっちゃ似合ってるやんみたいな。でクロスバーの渡辺さんが被って、でもう一人誰辻君、辻ちゃん、アイロンヘッドの辻ちゃん被って、でそのみんなめっちゃバーって盛り上がって、おもろいやんってなってて、で僕がまあちょっとその自分も目立ちたいから、その正直やな。自分も目立ちたいから、そのねあのカツラをね取って、で僕らのカツラですから、それをそのあれみたいな、ちょっと待ってくださいよって言ってこう匂ってね、カツラをで、めっちゃ臭なってるやんみたいなことを僕が言い出して、え、ちょっと待って誰誰って言って、その坂本くんが被ってる時いつも臭ないのに、その3人の誰かが被ってめっちゃ臭なってるやん、ちょっと待って、ちょっと並んでみたいな感じで、犯人探しみたいな、ね、犯人探しみたいな並んでもらって、ちょっと匂いますねみたいな感じで、僕頭をね、その人の頭をねこう匂って、で秋山さんのやつをまず匂って、いやお前かいって僕やってますよ、まあ秋山さんと僕の関係性もあるし、その秋山さんっていうおしゃれな人がそれ言われてるみたいな面白さも込みで、僕はボケでねあのやったんですよ。そしたら僕も本当に初めてなんですけどその後日ね、まあ後日というかその夜かに、あの秋名さんのファンの人からね、あの僕のツイッターにね、あの本当に面白くなかったですあのもうあんないじり方、あの大阪のどの後輩より下手くそでしたえ、秋名さんのことがあの面白くて妬む気持ちは分かりますけど、二度とあんなことやらないえぇと思って俺その何重にも怖くて、そのえ冗談として取られへんかったんやとか、あとその秋名さんってもうそういうそのアイドルみたいな普通芸人が芸人なんかやられても面白いっていう感想しかないはずや、 ないはずやって俺は勝手に思ってて、で俺らの大阪の時そんなんなかったやんか、だって秋山さんもその目離れてるとかでいじられたりとかいろいろしましたからね、めっちゃあったやんか、それがその俺知らない4年間の間にそのもう秋山さん頭臭いお前かいってやったら、その二度とやらないその妬んでるんでしょみたいな、それを聞いてから、福井君に聞いてから秋山さんのツイッター見たけど、福井君への悪口と秋山さんに頭用の香水勧めるリプライでバッタからそんなことないですよそっちもね、そんなことないですから、そうか、そっちにも言ってたか、言ってましたから、あまあね、ちょっとすいません、あのその方嫌な思いしてた、わざとじゃないんであの冗談でやりましたみたいな